おーい、どうすけです。エクストリームスクワットショー、ピンポンピンポーン。さあ、今回はエクストリームスクワットショー、ヒータンちゃんとやっていきたいと思います。味方がゴジラの方。それからタヌキですね。よろしくお願いします。最高。名前がちょっとわからないですけど、ボールガイズ上手くないよさんが一人おるな。了解しました。でもゴジラ持ってるからね。でもゴジラ今あれか。課金で売ってるやつやから、確かに上手いとは限らへんのか。初心者の方が、よっしゃ、ホールガイズや、言うて、初めて勝ったかもしれんしな。ヒータンちゃん行こう。よし。これ我々、ヒータンちゃん。ほい。お、なんか真ん中あれやね。パンチパターン。こんなんやったっけ？つまりパンチ多い気がする。そして、あれか、エクストリームモード忘れてたわ。これエクストリームスクワットショーなんで、落ちたら一発アウトね。こっちついてる方から行くわ。こっちね、人気ないんで、左ルート。オッケー。よし、今回人気なかったから、左から行きました。ヒータンちゃんの方連絡は？ゴジラ五輪、ヒータンちゃん五輪、そしてタヌキも来た。タヌキ、さあタヌキのチャレンジです。安定やね。これ我々一番強いんじゃん。ぐるぐるファイト X ですね。ピンポンピンポーン。さあ行きましょう。スタートー。さあ金の王冠しっぽさんとかね、強そうなメンバーズの中優勝していきたいと思いますよ。ヒータンちゃんめちゃくちゃ馬なってますからね。俺とヒータンちゃんでも決勝まで行ければあとはバチン行くだけなんでね。決勝の種目ちょっと分からへんけどね。エクストリームスクワットって何出んのやろ。普通にジャンプショーダウンとかかな。ほい。エクストリームモードだからあれやんな、バトラックとかさ、ホールボールとかけえへんはずやんな。なんか難しい系来るよな、止まるな危険とか。それ楽しみやな。さあゴジラうまいな。ホールガイズうまくないよさんが一番早いっていう、ね、一旦安定でいくわ。でこれ7で押したら負けるから俺いいわ。端っこからいく。トップ5名はできるから。はい、これ落ちる人俺やろ。生ズマイか。いや、ワニさん掴んでくるよなこれな。行ってこい。行かへんのか今ので。やりおるな、粘り越し。ほい。さあヒータンちゃん合流しよう。うわ、忘れてた。ふっ、いけいけいけ。背中押してるからね。このピンクは俺が止める。よし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 。寄せあったけど、これ得点どうだ。判定上4位。あ、大丈夫ですね。スリムクラブだ。スライムから逃げながらゴールを目指せ。さあ行きましょうか。スタート。さあスライムから逃げながらゴールを目指すということでね、1チーム落ちるという判定だから、なかなかこれ脱落ないんちゃうかなと思ってますけどね。我々うまいですから、3人ぐらいゴールすればもう確定やもんな。おそらく相手多分ね、誰もゴールできないのかもありえるから。ふっ。さあこのキノコ抜かしていきたいが、プレゼントパックを、ゴジラの方ショートカット決めてんな。頑張れ、ホールガイズうまくないよくん。うわ、ふたされた。キノコに閉じ込められた。まずい、あかん。ここまでか。いや大丈夫です。今回順位がねちょっと悪すぎてやばそう。みんなゴールしない、やばいなこれ。めちゃめちゃ遅なって思った。急ぐわ。味方ナイス。せーのーせ。もう一回いくよ。ワンツースリー。オッケー、ヒータンちゃん落ちた。ワンツースリーフォー。ワンツースリー。なんでやの、ボールにぶつかったわ。ヒータンちゃん頼んだぞ。スリータンクトップ X ですね。ピンポンピンポーンズ。さあトップ3名ですからね、1チーム落ちます。急ごう。これはジャンプだから行ったらさすがね。ほいほい。さあこれもまあのスピードショー。おっと、なんでや、味方のゴジラがエンターテイメントだと思った。やばいぞ、スピード上げていこう。マジで金の狼しっぽさんがちょっとやる気満々やな。どこや、なんかボンミス入ったんか多分。急ごうヒータンちゃん。ふっ、サイが行ったか。いや、サイ向こう行け。畑落とせ全員。こっち来んな、こっち来んな。まあまあ4番手ぐらいでゴール狙おうかとりあえずな。これできれば抜かしたい。せーの、はい、13ポイントー。さあヒータンちゃん来たか。4位ですが伸びるか。3位。もう一方は、あかん、エンターテイメントや。もう一方、さあ終わってくれ。あと1人、あと1人。さあこの人が何点取るかやな。やめてー、落ちろそのまま滑って。さあ判定上、敵を受けたー。
決勝戦トマイケンスペースですね。はい、ドレミファソファミレド。さあ16人で結局ね決勝戦ということで引き分けやったもんね、さっき。さあずらずらかっこいいな、ずらずらずらっと並んでんな。じゃあ俺は得意のあれでいこうかな、超絶列車戦法でいこうかな。生つまみ生つも、オッケー、吹き飛ばした、よし、やったやったやった、油断してた油断してた、よし。でここで列車戦法いきます。あ、なくても列車戦法かな。これじゃあこの黄色含む列車戦法しようかな。黄色含んでこんな感じで、よし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 。あ、カエルに乗っ取られたな。うわー、カエルめ乗っ取られたけど、でも逆に俺も追いつけるから、これ外からアプローチするわ。インコース追い込んで、ふっ、よーしょ、ここは俺が作る自分の道。さあダブルケロッピー、ダブケロ戦法ね。一旦危ないな、一旦俺別れようか。中切り込んでこっち行こうか、冷静にね。ほっ、どきなさい、ちょっとケロッピー、自分勝手すぎやぞ。あいつかなり自分勝手してる。もう一回逃げようか、危ない、この人リズムに飲まれて終わってしまう。ケロッピーが多分もう一回ね帰ってくると思うから、リズムリズム帰ってきた、よし、生ゾンビ。外に振られると弱いからな、基本中中でケロッピーこうやって行った方がいいね。ケロッピー申し込んだ方がいい、よし。でこの辺復活のろし来るはず、来た、のろし、復活のろしを使っていく、1マスずつ。よし、じゃあ一緒に行こうか、頼んだぞ。俺あかんかったわ。さひなちゃんです、僕が1マス復活した。さあそこ競り合って転んでるぞ、そこ大事にしよう。よいしょー、ナイスファイトー。何がエンターテイメントじゃ。大ファン X ですね、ピンポンピンポーン。さあ行きましょうが、味方がですねキツネさんとハチマキさん。これ落ちたら一発アウトだから、当然生ズマミ警戒ですよ。ひだんちゃん、ほら生ズマミだるわ。オッケー、落とした。ここで優勝狙うわ俺、ここでさ絞り込んで優勝狙った方が早いから、ちょっと先頭行って妨害するから、ひだんちゃんゴール務めてくれるか。それつまんで、ひだんちゃん行け。あ、ごめん、うわ危ない危ない。よいしょ、おし、足滑る足滑らせたな、あいつナイス、ひだんちゃんうまい。ゴジラ来た、先の味方の人や、ほら出てくれてる。よいしょ、さらに行こう、渡ってポンと、よいしょー、食べてたみたいだよひーたんちゃん大丈夫か、ゴールしてくれ。よいしょー、さあ天使の羽、その人に生詰めされたら嫌やな大丈夫そうやね、いっちゃからそう、いっちゃからそう。オッケー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 。さあキツネさんと味方の方も強そう、俺だけ一番あかんかったわ、なんかバーに気づかずそのままで落ちてました。パーティーブロムナード X ですね。あー、ピンポンピンポーン。さあ行きましょうか、パーティーブロムナード X かっこー。さあトップ5名優勝ね、行きましょう。がクオリティフィールド言うべきですかね。黄色入りたいが、みかんに邪魔されるか、いけそう、吸いかんか、吸い込み力足りない。ただここで差が加速で一気に浮上、いいよ、味方めっちゃ速いね、俺が一番遅いです。スーパーザエンターテイメント、アゴジエンターテイメント。さあここはこうやっていけば見えるんでね、大丈夫ですよ。いや全然見えてんのはあかんな、頑張れ味方、はじまくさん、ひなちゃん、これ得意、俺空中ブランコこれ得意としてるんでね。生つまんで、ふっ、このように予約がうまいやろ。はい、ここからミラーボール、生つまみ生つも、よいしょー、いってらっしゃい、もう一度、はいーっていういたずらみたいなのもありますからね、エクストリームならではのね、落ちたら一発アウトやから。ほい、そうか、ラクーケンだ、クラーケの触手を受けて落ちないようにしようです。さあ優勝したいところ、スタート。スーパー生嵐が一番いいかな、ほっ、まずは君からや、ほっ、相撲申し込み、やばい助けに来た、うわー仲間かってことは仲間の可能性が高い、
あ、でも勝手に落ちはったから仲間じゃないんかな。それは違うか。勝手に落ちたからな。あ、なんか助けに来たぞ。お、生つまみは行くわ。さあ一人エンターテイメントか。少し嫌ですが行け。いや、このおむすびマン、一応ここ大丈夫っていう風に書いてはいるんですけどね。よし、あいつ飛ばした。今がチャンス。ずらかるわ。他のドラゴンとか狙おうかな。ここ2人とか。逃げろ逃げろ逃げろ、飛びすぎてるピョコリン。逃げねえよそれ。そう簡単に逃げてたまるかよ。さあ、それを見ていなかったのかな君は。おら、浮き輪で夏気分楽しんでるけど失礼するよ。せーの、よいしょ。さらに追い打ち、スーパー追い打ち。あかんか、待て、鬼ごっこだ。楽しもうぜ、そこの浮き輪さん、夏気分。おいー、よいしょ。俺ダメだったみたい。ただ仕事はした。結構なんか荒らしたぞ場を。ほら、ヒーターちゃんときつね残ってるから頑張れ。おお、なんでそんな、その腕だけで掴み合ってんの。手離れすぎやって。握手してるみたいやで。どんなんやねん。キツネさん助けてあげてよ。やばい、手出たぞ。ジャストできるか。あと向こう側に一人おるな、角っこ、水色の角っこにおるな。さあ合流しますか。ピーターちゃん一体に鬼を撃つ。あ、だが打ちのけられた。ここまでか。さあ、キツネさん、あなた次第です。いや、でも相手も強そうやで。なんかあの、お手手が虹色やもん。ミードル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 ミー、頑張れー、頼む、キツネさん頑張れ。跳ねられても大丈夫だよ。そう、冷静にね。いや、もうこの人の運命、ヘキサバナーというこのバナーの強さにかけるしかない。頼んだぞユーザーさん。いや、申し込むんやな。お、さあまずは先手帰ってきたか。やはり、そしてどうなる。今度はスリスリ食らっていく。さあどうだ、お願い。何がエンターテインメントじゃん。決勝戦、トマレケースペースですね。ドレミファソファミレード、さあ行きましょうか。スタート。さあ勝つぞみんな。列車戦法行こうか。ここの列車戦法、おっと、ひなちゃん落とされた。これか、掴まれたんや多分今のおっさんに。ほら、うわー、いつでも落ちた落ちた落ちた、掴んでるおっさん落ちた。自業自得や。嫌やな、でもあれひーたんちゃんめっちゃうまいのに、いきなり生つまみか。こっちも正面から抵抗させます。まあ、列車戦法で確実にかどうか。で、味方真ん中取ってるから、それのねアシスタントしたんよな。だから外囲いをね、こう蓋するようなイメージでダブル列車戦法でいこうかなっていう。あいつ味方強いから、そこに侵入させないイメージで生でつまんでいって、あいつのアシスタント、それだけしよう。おら、よいしょ、こけろ。うわ、まあ、いったん逃げようか。まあ、俺あんま関係ないから、今回あの緑を勝たせるっていう戦法やから、緑が今パターン入ってるから、俺その邪魔させない、絶対に。この辺に周回してるやつらをちょっと警備員しとくわ。ほっ、警備警備警備、よし、警備に当たって緑頑張れよ。俺はちょっとしたほんまお手伝いなんで。はいはい、一応残りますけどね。はい、でここら辺かな。ここ切ったライグマちょっと切りに行くが、こっち行こうか。緑の方大丈夫か。俺がバトンするね。オッケー、緑の方のその列車戦法バトンします。途中で交代、やつは意思疎通ができていた、だから全く問題ないんです。ほい、問題ない問題ない。ただ毛糸のパンツと勝負やもんな。問題ないは問題ないねんけど。ほいほい、よいしょ、一旦分かり合ってって感じか。はい、ジャンプ。さあ落ち着いていきますか。はいはい、この1対1がねめっちゃ難しいのよ。瞬きができんけど、しんどい。
はいはい、この子の方もゆっくりなんでしょうね。なんかどっかで仕掛け合うみたいなタイミングがあれば仕掛けるけど、今のとこはね、一マス前が復活するみたいなイメージやから。ふっ、落ちろ。落ちないのかい。見えない、あぶね。ちょっと見えなかったから怖かったな。はい、で復活したところをこう順番になぞっていくイメージでいこう。次のシーンもいけるように。ほい、あの人どこ狙ってるかみたいな。あー、なるほどね。ほいほい、はい、ポン、ほい。ちょっと一回ヘッド耐久で送らせるか。よし、持ってた、オッケー、やりました。それではご視聴ありがとうございました。